い。グッドイブニングですね。グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーンインザイブニング。So you can recognize where we are.今日もまたもやってきましたシルバーパレス。そして今日のお供はまず最初の方、いつもの通り渡辺康師また来ました師匠。フライデー Today Sunday Two days ago we came But again we came Saturday night to eat dinner. What do we eat? もうそれは分かっちゅうね。はい、そんなことでまた資料回収行きましたけども、大使ですよね。今日はですね、後にもう一人新しいゲストが、来ますので、皆さんに紹介したいと思いますが、はい、そしたら、なんか今日は日曜日に来たことないですよね、今までね。なんか結構入ってるみたいなんで、ちょっと見てみましょう。Asian massage. I miss Asian massage. But it's closed. はい、今日はですね、スペシャルゲストが来てくれますよ。こちらです、本田さんです。僕カメラあれですか、出演ですか。今日はじめまして、本田です。今日は初めての資料会議の参入です。参加、初参加です。初参加です。今日はね、ちょっといろいろ食べていただいてね、ちょっと評価していただきたいですね。僕たちはここにもうどれぐらい4年ぐらい来てますね、通い続けてますね。ですので、まあ、それをですね、なぜここに来るのか、今日もちょっと来るの遠かったって言われてますからね。まだマイアミ生活も7ヶ月で、まあ、ちょっと住んでるところから用があったので、ちょっと不安になったって言ってた。まあ、大げさに言いましたね。ローカルで来ました、ローカルの店で。いやもうこれに頼りきりですね。やっぱ高速入った、高速で135度です。最後の金も入ったから、ね、そしたらですね、今日はニューゲスト本田さん来ます。チンタオでまた乾杯にしましょう。はい、乾杯でいただきます。はい、乾杯、はい、ます本田さん、今日ゲストとしてもし終わりに、はい、このいつも評価されるのでピロピロでいきますんで、はい、ピロピロとは知ってます。知らないですね、教えてください。これでピロピロ、これはもう先生ごとのまず手本見せないと。ちょ後にそして、まあ、後にほな、じゃあピロピロで3スター4スター、まあ、ここは3スターから始まりますんで、もう何が出てきても3スターが、はい、であと4スターになるか5スターになるか、はい、楽しみですね。カテゴリーを、はい、参加させてもらいます。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来ました、来ましたね。はい、ポークチョップ。これ何さから、本田さん、じゃあこれが甘いんだ。じゃあいただきます。あとは骨がないところか、これ。ありがとうございます。どうですか、じゃあ最初にこれ手でいっちゃっていいんですか。手でもいいですね、箸でもいいですね。これヒロさんおすすめの最初の一品です。よく食べてます、これを。
よく食べる、いつもですか。これよく食べてますね。ビールと刺身の一品で、これか、あのシシャモみたいな魚があるんですよ、唐揚げで、はい、小餅の、もうけど今ないんやね、うん、これか、あとイカとなんか炒めてるのもあったよね、ソルトペッパーでね、うん、揚げ方いいですね、うん、やっぱ濃くなって、ちゃんとカリッと揚がってて美味しい。味的にはいいでしょう。美味しい。これビールに合うんですよ。合いますね。ボクちゃんはやっぱ10回目になるとやっぱすごいですね。ボクちゃんはあのこれをいただいて、これでそういうの教えてほしかったです。素で食うんですよ、渡辺流。それとあとはこうマスタードとこのハントアレをちょっとつけて、いいですか、いつもの感じで投げてきます。投げてきましたか。ビールに合うわ。おいしい、これもありますよ。でこれもハットソースまで。僕はシラチャ、反対シラチャ派なんで。こっち。チリオイル。でこれがビネガーですね。はい。これビネガーですか。はい。あ、本当だ。先生どうですか。美味しい。美味しいです。今日もハイスコア出そうです、ね、うん、ハイスコア。これだ、渡辺さん、ファイブスターでしたからね、うん、じゃあ、また後ほど。大したことない、チャイニーズだなと思ってます、うん、アメリカで食べちゃう、全然お会いしなかったから、まあ、まあ、ヒロさんがのところだから、まあね、ある程度のところだったから、いや、全然社長こんな感じだけど、軽いって、うん、これ美味しいですね。正直に、正直な意見で、あ、美味しいです。どうぞ、はい、まず、最近チャイニーズ食べようっていうあれがなかったんですよ、アメリカでね。どこ行ったら大体失敗というか、うん、美味しい。一口目から美味しい。これはもう、ごさりにいただいてるけど、野菜が美味しいですよね。肉も美味しいわ。この野菜が食感とニラ系ね、うん、塩とかの味付けのそのバランスバッチリ、美味しい、うん、テレラ先生どうですか。大満足です。大満足、ゲストにも美味しいって言っていただいて、さすが。これでいけない、美味しい、すいません。ロブスターですね。ロブスター、ロブスター、ロブスター
先生どうですか。僕らも次は受けますね。いや大丈夫。どうですか本田さん。いやもう最初から美味しい2品、3品目か、3品とも美味しいです。この肉は適度にこれ柔らかいでしょ。うん、一回揚げてるんですよねこれね。ちゃんと素揚げしてからやるんですよね。うん、この何でしたっけこれ、チャイブフラワー、チャイブフラワー、うん、これはいいですね。これだけでも結構食べれますね。うまい。結構お店で買ってきて炒めて食べますよ。家で。まあ鳥が来ますか。鳥も来ますね。はい。はい。じゃあいただきます。いただきます。じゃあちょっと、じゃあ最初の上の行きます。じゃあお先にいただきます。ちょっとコメントに時間かかっちゃってますけど、うん、うん、いただきましたよ。またこれもいいんじゃないか。いけますか。これも私が何かコメントしたい。シンプルス、シンプリシティ結構しておきますね。一応その確認しとかない。その肉の柔らかさとジューシーさと、うん、まあ全て合格でした。おいしい。美味しい時ってあんまコメント出ないですよ。柔らかい、柔らかい、美味しい、柔らかい。先生どうですか。お客さんも喜んでるみたいですね。美味しいですね、うん、バランスがこのニンニクのガーリックのカレー良くない。いいですね。いいですよね。最高。あ、じゃあイタリアの人が多いんですね。あとアメリカの、ね、ホテル系は全部そう思いました。じゃあサンノゼじゃなくて、そうですよね。サンノゼ、うん、そうですよね。ビッグワンフォーアレックス。何年前ですか。去年、去年、うん、Thank you。 いただきますか。じゃあ、まあ、ゲストのこれが僕の、はい、でこれが、はい、シェフホンダロ。まあ、いただきます。じゃあ行きましょう。これこれやったらいいですか、うん、はい、うん、全部飲んじゃいます。行きました。ピロピロ2、ピロピロ2で乾杯2ピロピロ。ポイントは2ピロなんだけど、もうビールがいたってかかってルールまた教えてください。5ピロピロになっちゃいますけど、5ピロピロになっちゃいますけど、まあ一応4ピロピロぐらいですね。シェフまあ今日は4ピロピロで、私もやるわ、うん、お茶でもありですか。あ、そう、いや、そういうことですね。今日指がこう動いてたらいいんだけど、3ピロピロソファー and half 3.5 half ピロピロ
出ました、スリーポイントパイプ。それもありますよね、前の言ってることは違うとか。あ、なるほどね。はい、いただきます。これは何ですか？これはワンスタンですね。これワンスタン麺みたいな感じですね。日本のワンタンの中身は、僕はあっさり派なんで、こっちの方が好きかもしれないですね。アメリカで28年の中の28年の中の、そんな大して食べないんですけど、28年間アメリカに行ってて、アメリカに行って中国料理も、まあ、食べてないですけど、その中では一番美味しいです。その中で出会った、はい、矢田先生、ホストとしてどうですか、この言葉。もう嬉しいですね。これでもやっぱりスターが、ワンスター出ました。今日は 4.5 ですね。 4.5 4.5、 その意見もいただいて大満足です。こんな出ました。僕はまさにすごいですよ。ポーカーみたいですね。ポーカーみたいに僕のはこれです。常に今がこのフレン友達を輪を広げている時に、この絆はお金よりも尊いということが出ました。すごいの出ました ね、 こ れ、 ねこれからやらないといいと思うんですね、はい、彼に言ったら残ったこの自分よりも全くそのね、もう違うのが出ちゃうとね、だから僕が取りますね。今日は今までのかもしれない。でこの間やってたのか、笑っちゃうよ、はい、ラックがあるのは今日ですって言ってたよね。あと2時間しかないのに今日が。それで何だったんですか？本日はね、本日こそが全てのラックがどうのこうのみたいな感じでこれが出たんですよ、はい、だけどそれやって食べてる時にもうすでにこの時間が 10時20分ぐらいやから、あと2時間ちょっとしかラックなかったね。そんなばっかりは、あなたに。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。おー、アレス、スイート。こっちの時、オールウェイズ。Oh my god, look. オールウェイズチャレンジのセカンドワンズのサードワンズ。